ちょっと初見の広告ですね。グラタンのやつがめっちゃ金持ってますね。めっちゃ笑ってますけども、フッティタウン。おわ、車も買ったと。お、ゲームをやって、おわ300ドル !3 万円激しいっすね。なんじゃこれや。おぉ、9万円で12万貯まってますやん。ペイパルに12万振り込まれましたけど。えぐいっすね、これ。ビッグビーン。あれ?どうも、おはようございます。フジナッツケンでございます。さ、今日はですね、なんか最近広告で、なんか、リアルマネーがもらえるよっていうゲームの広告をやたら見るので、その一つ、このなんか猫をくっつけるみたいなゲーム、やっていきたいと思います。まあ、チュートリアルから始まりましたけれども、まあ、やること的には持ちこねと一緒ですかね。レベル1、1同士くっつけたら2のやつできて、2、2でこう3できてっていう。ただなんか、広告で見る限りこれをやっていくと、なんかリアルマネーが手に入るみたいなね。そんな感じだったので、まあ、ゲームとしてはまあ、クソ面白くないですね。とりあえずクソ面白くないのは間違いないでしょう。いや、もうゲームのことしか書いてないですね。ああ、これか?ああ、これだ!なるほど。ルーレットでアマゾンギフトカードを抽選で獲得しよう。いや、ペイパルどこ行ったよ。まあまあまあ、アマゾンギフト券。500円分。お?ああ、これデイリーボーナスでルーレットプラス1って書いてあるんですけど、これで上のやつ回せるってことか。はい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 、ラッキールーレット。これで右のやつ行けば行けるんですけど、ピースっていうのは何やろ?ピース?ちょ、わからんな。とりあえず右止まれ、止まれ、止まれ。とあまあまあまあ、そんなもん当たるわけないな。プレゼントボックス。このアマギフがプレゼントみたいなところあるけど、これなんだ ?30 分の0って書いてあるから、ピース30個集めればいけるってな感じかな。まあまあまあ、ちょっと、ああ、いろいろ書いてあるわ。よしよし、これちょっと読んでいこう。だいたい把握しました。このルーレット回して、ピースを30個集めると、一口応募ができますよと。で、今のところ応募150人ぐらいやってて、当選者は5人と。だから、これ運営的には、まあこれ期間がどんぐらいかちょっとわからんけど、まあ500円の甘ギフ5人に当たりますよっていうのをちらつかせて、まあ、このゲーム遊んでね、みたいな、そんな感じかなってなところですかね。ただ、そうなってくると、何のためにゲームをやるのっていうところが、まだちょっとよく分かってないので、ちょっとやっていこうと思います。広告で見た感じはね、これくっつけるたびになんか300ドルとかガーってこうゲットできてたんですけど、そんな気配は全くないですね。この猫たちを育てることに、果たして何の意味があるのかが、いまいちちょっとまだ分かってないですよね。まあ、レベル5まではできたけど、わあ、これか!えぐい!レベル50まで育てて、ピース100ゲット。ピース100ゲット?こっちだとリアルマネーじゃなくて、普通のゲーム内通貨しかないんですよね。猫、新しい猫買うためのやつしかならんから、50まで上げて、こう、ピース100ゲットだから、アマゾンギフト券に3回応募できますよっていう、しょぼくねえか。500円3回。まあ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 、持ちこねとかね、別にそんな報酬とかなくても楽しめたけど、このゲームはいかんせんクソつまらんので、50までってなるとなかなか途方もねえですね。なるほど。自動抽選プログラムでやってるから一切の不正は行っておりませんと。つまりまあ、500円5人なんで、まあまあまあ、現実問題、まあ当たりそうな、数字ですけれども、150分の5でしょ?だから30人に1人なんですよね。つまり500円当たるものが30分の1やから、一口応募した時の期待値で言うと16円ぐらいなんですよね。だからこれお金のために頑張ろうとしたら相当きついですね。期待値16円です。1回の応募で16円です。それが、レベル50まで上げたところで3口応募したところで、まあ、50円ぐらいですね。期待値で言うとね。だからまあ、お金のためにこのゲームを頑張ろうとする人はもう、この時点で、ああ、やめといた方がいいなと。ただ、一応僕もですね、こういうクソゲーをやり込むことには定評がありますので、まあ、応募するところまではね、ちょっとやってみようかなと思います。現在レベル7の猫まで作ったんですけど、これね、どうやら、受け皿のところの猫が、もうずっとレベル1しか出てこないので、これ以上もう無理なんですよね。で、よくよく見ると、広告を5本見ると、レベル2のやつが生まれるようになりますよってなことなので、とりあえずまあちょっと広告見ていこうと思います。おぉ。同じゲームの広告ってある？はい、広告5回見たので、これでレベル2の子猫が、あー、動画を12本見る、ここは不動なんだな。
これ受け皿のところからしか絶対猫生成されないんですけど、これを上げるためには広告を見続けるしかないっぽいですね。これはもうマジで工場の覇者よりも広告見るゲームですね。広告今21回見たんですけど、ほとんどレベル上がりません。マックス10までしか行っておりません。ほんでなんか今もうね、このゲームの広告が、お金もらえますね。ゲームでお金もらえますね。広告が大半を占めとる。そしてさらにこのゲームの広告が結構多いっていうね。なのでもうこれ広告見て、ルーレット回して30貯めた方が早い可能性がある。こんだけやって今ルーレットプラス1がゲットできる程度に収まってるので、レベル上げる必要がほぼない。あ、2回分いけます。あ、ピースプラス1とルーレット1回だけですね。なので、多分ですけども、これをやってる間、ゲームを進めるために見てた広告分、ルーレットずっと回してたら、多分1回分応募いけてんじゃねえかっていう感じがあるんで、ちょっとね、こっから方針変えて、マジで、ピースを30貯めてみたいと思う。本当に貯まるのかどうか。30秒広告見たんで、回していきます。さあ、どうでしょうか？OK！ 来た！よし、ピース2。よし、あと25。もうそろそろ当たってほしいですね。もう多分40回ぐらいは回してると思うんですけども、まあギフトカードに早々止まら、あ、来た、よし2、ありがてえ。3-5いきなりゴールはまだ見たことないです。しこれで2が止まれば終わりです。さあ、抽選させて、抽選させてちょうだいな。ここ過ぎたらもうダメ。もうここ過ぎたらもう分かってるわ。し抽選をさせてください。天城府止まれ、ここで止まれ。もう何回クレイジータイムよ。さあ、そろそろよ。これで止まらない詐欺アプリだったらマジで怒る。ここまでやって、もうダメだね。頼むよーっと。さあ、終わらせてくれ。そろそろ終わらせてください。頼む。だ、おー、来た、よし来ました。抽選するが押せるようになりましたね。ありがてえ。ちゃんと抽選はできるんですね。応募しますか。はい、はい、もちろん。あ、なるほど。これでメールアドレスを入力してくださいと。はい、打ち込んで、とりあえず送信してみました。あ、当選者のみメールにてご連絡します。怪しみが深いけれども、ただね、これちょっと、アンロックするまで2、3時間かけたんですけど、2、3時間でね、応募人数が50人近く増えてるんですよね。だから、まあ、これマジはマジなのかなっていう気はしますけどね。めちゃくちゃな時間をかけてですね、こっちのゲームの中で、広告100回見ました。これ天ギフ当てるために50回ぐらい広告見たやつはカウントされておりません。なのでこのゲームだけ150回は、広告30秒広告見てることになるんですけど、これレベル50目指そうとしたら多分爆裂な広告見ないとダメです。もうずーっと広告見たりしないといけないと。で、それをやったところで、この天岐阜の応募券3回分で、で、これ多分10月1日まで待つとなると、応募人数500人とかなりそうだから、当たる確率 1% もないです。1% もなくて、やっと当たって500円なので、このゲームをやるぐらいならば、バイトか、面白いゲームをやった方が確実にいいです。